他党4党共通政策署名に対するツッコミ。一瞬、福島水島に見えてしまった、がネットで話題。内容はこちら。野党4党共通政策署名に対するツッコミが話題のようです。では、ボンジュール・アキラさんのツイートより内容を見てみましょう。ボンジュール・アキラ。一瞬、福島水島に見えてしまった。ちなみに、安倍晋三前首相と麻生太郎大臣の筆跡がこちらです。福島議員、精進しましょう。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。水島わらわらわら。水かっこま、かと思いましたよ。福島水島で間違いありません。すごい画像。破壊力ありますね。吹いたくくくくく。笑ったら失礼ですが、ついつい笑っちゃいますね。次はこちら。字って人の心を表しますよね。字下手くそ。みんな字が汚い。字には、人のその時の心が現れる。丸文字。みずぽの丸文字かわいいわら。政治家の丸文字は、さすがに違和感がありますよね。次はこちら。全員字が下手ってのがすごい。Cさんの字が小学生女子みたい。枝野さんの幸薄そう。全員編集時特訓モードだ。癖がひどいわら。皆さん、習字の猛特訓が必要のようです。最後はこちら。味があるじゃん、と。ハングルって直線だから、曲線は苦手なんだらね。小学校あたりで止まっちゃってるのかな。中二つの時の下手さは、小学生。ダメな政治家ばかりだ。まあ皆さんから色々と言われていますが、もっと綺麗に書く努力は必要でしょうね。結論。字は体を表す、といった言葉があるように、字の書き方によって、その人の人となりが見えると言います。福島議員の文字を見てもわかる通り、その文字が全てを物語っています。ツイッターでは誤字脱字ばかりだし、文字を書けば汚いし、福島議員は国語が苦手なのでしょうか。とにかく福島議員は、他の政治家の文字を見習い、猛特訓しましょう。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。